私たちだけじゃなくて傭兵団もこの町もずっと姉さんが守ってきました。相手が悪党だろうが野獣だろうが、姉さんさえいれば負ける気がしませんでした。だから今回もきっと何かを守るために行ったんじゃないかなって。姉さんが戻るまで力を合わせてここを守り抜きましょう。よろしくお願いします、団長。次は私の番。次は私の番。
姉さん、新聞が届きましたよ。ウェーブランタイムズかい。ここ何日か届かなかったけど、混乱が収まってきたみたいだね。どれどれ。へえ、これはこれは。あれほど人気のあった殿下なら、きっと何かできるんじゃないかって思ってたのによ。まだ若かったのに。ダンタリオンの野郎、許せねえ。やつのせいでイナンナ殿下が。落ち着きなよファカール。たかが新聞記事だろ。真相はまだ藪の中さ。それに片方の言い分だけを鵜呑みにするもんじゃない。騎士連合に王国軍、どっちが本当に平和を望んでいるかわからないけど。ま、しばらくは様子見かね。イリアはどうなっちゃうのかな。はあ、you
事屋が営業を再開しました。さっき食料庫も見てきたけど、食べ物については当分心配いりませんね。午後に石膏班が周辺の交易路を紹介しましたが、特に問題ないとのことでした。あと夕食後に届いた薬品は倉庫に保管しときました。姉さんたちはゆっくりしててください。私はスズランの家の様子を見てきますね。大丈夫、私の仕事です。お任せください。ほんと全然平気ですよ、みんなのためですし。あの子はいつもああなんだ。自分より他人というより他人の世話ばかり考えてる。きっと孤児だった頃いろんな人の世話になってきたせいかな。少しでも恩返しがしたいんだろう。そういう子なんだ。まあとはいえ最近仕事が一気に増えたからね。こっちも働き手を増やさないと。酒場がいたら行ってみようか。世に知られざる強者どもがジョッキ片手にとぐろ巻いてるかもしれないよ。
共に戦おう。ち、どうも。次は私の番。なんでもねえ。俺がいるからには当然の結果ってことだ。
アの戦士たちよ、その悲しみと怒りを力とせよ。家族を守り、我らの尊厳を守るため、今こそ武器を取れ。勝利するのは不屈なる我らイリア人である。
共に戦おう。どうも。次は私の番。切る。共に戦おう。さあ、牛の英雄ちゃんに乾杯だ。乾杯、乾杯。姉御、酒はほどほどにしてくれな。そんなの気にしない、グイーッと行きましょうよ。ひー、私ら3人からの乾杯だ。だからあんたは3杯な。
起きて、起きてください。やっとお目覚めですね。飲めないくせに無理して飲むからだぜ。たくよ、これを見てください。姉さんが残した手紙です。あなたに渡すようにって。はい、団長。姉さんはバッチリ説明したって言ってましたよ。大丈夫ですよ、また会えるわけですし。姉さんが丸投げしちゃうぐらい信頼されてるってことです。スズランの件のこと、これからよろしくお願いしますね。私たちもサポートしますからね、わかる？姉子の命令じゃ仕方ねえがな。俺はまだお前のことを認めたわけじゃない。信頼に足る仕事をしてくれ。姉子を失望させないようにな。ええ、ここの伝統なんです。このスズランの丘は親族や友人との別れの丘、そして再会の丘。ここでお祈りすれば遠くへ旅立った人が無事に帰ってくる。いつからかみんなそんな風に信じるようになって。あ、姉さんのことは全然心配していませんよ。あの人を止められるものなんかありませんよね。いいえ、でもきっと立派な理由があるはずです。ファカールと私は繊細孤児でした。そんな私たちをここまで育ててくれたのが姉さんなんです。姉さんがいなかったら私たちはとっくに飢え死にしていたはず。私たちだけじゃなくて傭兵団もこの町もずっと姉さんが守ってきました。相手が悪党だろうが野獣だろうが、姉さんさえいれば負ける気がしませんでした。だから今回もきっと何かを守るために行ったんじゃないかなって。姉さんが戻るまで力を合わせてここを守り抜きましょう。よろしくお願いします、団長。